夢丸って夢丸っていう名前にもう一個候補あったの知ってる。だっていうか、まあね、その親父はもうこれにするって言ってたっていう名前があるんで、夢丸じゃなくてね、なんだっけ、力太郎夢丸。そうだ、すごくない？そうだ。母さんが、いや、いらないでしょ、いらないよ、出なくなりました。力太郎ってミドルネームね。はい、ということで、いってらっしゃーい。お前らさ、最後かもしれんだぜ。あ、そうだった、それだけ言っとこう、ね、後で後悔したくないから言っとくね。はい、ご飯誘ってくれてありがとう。すごく今まで楽しかったよ。ありがとう、大事によろしく。はい、行け。第一問、ゆめまるのがしー。飛んでる、俺今飛んでるよ。ゆめまるのお父さん、もう少し待ってて。もしかしたらあれかもしれない、お母さんとおばあちゃん来るかもしれない。その時は、ね、あ、おばあちゃんに会えるのか。おばあちゃん一緒に住んでるから。あ、それすごいね。先に触れるか迷うわ。あ、今日お父さんはとかは泣いちゃう。いや、泣きはしないけど、その変な空気に賭けじゃん、その、そう、賭けだね。あとさ、皆さんがまだ全員知ってるか分かんないからさ、念のためにさ、今下にすごいテロップやってる。いや、分かんない。それはそうだよ。一応あれは完璧なパターンやん、今ここで。なんだ、夢丸から持ち帰ってきたくだりみたいなもんだからね、最初は。こっちがふざけてみたいなって言うからね。ちょ、一回やってみよう。あれ、今日お父さんは、お父さんちょっと今出かけてて。あ、そうなんだ。仕事か。仕事とかじゃないんだけど、なんだろうね、まあだから盆にしか帰ってこない感じかな。盆？うん、遠いね。単身赴任してたっけ親父。あ、上にね。上まあ概念的には上かな。概念、あれ、うん、だからいろいろあるけど、宗教上もあるじゃん。で、俺たちの宗教で言うと、この、まあ、雲の上で光っててね。あの、やっぱ仏がいて。え、仏？え、まあ、どう宇宙、あ、宇宙ステーションとかじゃない。あ、じゃなくて、どっちかっていうと、あの、浄土、極楽浄土の方に行っておりますね。だから俺の親父さんはこうやって墓開けて、こうやって、おーいって言わないから帰ってこないんだよ。あー、怖いよー。こんなくだりできるかい。分からんな、編集してみたらすごい注釈が多すぎるかもしれない。守り固めないと危なすぎるかもしれない。絶対喋りすぎな、これ本当、長いんだ。長すぎな。準備いきました。はい、はい、それでは目を開けてもらいましょう。せーの、うい、ほ、おー、すごいわ、すげえ。これか、めっちゃビビったんだけど。いや、やばい、すごい、冷や汗かいてる、これ。嘘、え、なにこれ、これ何。え、なんか家に飼ってるさ、亀の甲羅剥がしちゃった。いや、違うよ、これ犠牲に。ゆんまるのお父さんの遺産だよね。遺産な、遺産な、使うな。親父から教えてもらったんすよ。肉は塩ビの方がうまいっつって。直火だったけどね、親父は。説得力。いや、直火でこうやってこう、直火の方が美味しかったってことでしょ。で、40分ぐらい待ってね。いや、燃えちゃうじゃん、出ていいだろ、すっごいかカスカスの骨。 おめえの親父が仮装されてる下りで待ってる時間考えろ、こっちの身にもらって笑っていいのかも分からんしな。タイミングがとんでもねえな。こんにちは、ゆめまるです。今いるところはね、僕の実家です。東海オンエアの下りで、俺の親父がどこ行ってんのっていうね、下りがあるんです。僕のお父さんどんな人なんだろうと、こんないじられ方してる、なかなかいないわけですよ、死んでる人がね。なので今回は親父の遺品をね、紹介しようかなというわけでございます。他にも結構あって、コインアルバムっつって、手に入れたコインを入れていくとか、そういうことができるようなね、昭和32年の50円玉記念のやつですかね。昭和28年の5円玉27年とかね、年代でこうやっていけるわけですよ。だから東京オリンピックの時とかあるんじゃない。あ、ほら、オリンピック記念銀貨100円、万国博記念博銅貨っつってね、シンボル。親父らしいな。俺の親父ってこういうの集めてたんだよ。そう、虫さん見した、見した、ちゃんと見て、家族全員の写真。見た、見たでしょ。家族全員写真見て、ちゃんと見てあげて。うん、弱く、誰が撮ったのこの写真。弱く暴れすぎでしょ。これあれでしょ、大きいでしょ。お母さん携帯一切終わりすぎ。お母ちゃんで風吹いてめっちゃ風吹いてないから全員集まって全員集まってるでしょ、これ、うん、あれお父さんが撮ってるとこから今お父さん映ってたもん。あ、お父さんいないよな、お父さん正月帰ってないって別に。あ、うん、あ、そっか、なるほどね。あ、まあね、まあ忙しいのか。まあ忙しいってあれじゃないけど、見せてよ。確かにお母さん会ったことあるけど、まだお父さん俺ら待ってないもんね。あ、お父さんいる。え、ちょっと、お父さんここにいます。ほら、え、ない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 、いますいます。でも
お父さん、もしかしたら家族のね、顔を見に帰ってきてるかもしれないね。どういうこと？こっそりってこと？こっそり、まあこっそりっていうかな、まあなんか第6巻とか持ってたらね、気づけるかもしれないけど、まあお墓からこう出てきてこうやって気づくお年玉だっつってね、遺骨投げちゃってバカ野郎っつっておいもうちょっと毎回注意書きをやらんといかん、これやるときはマジでちゃんとこう理解させないと YouTube を本気にするから、ね、いけないからね。夢丸さんのもう昔から持ってるね、もうこれは下りですという大事親父下りです。巨人師匠も一切もう書いてたくさんのチャンネルで、これ本気してしょくらってやっていたからね、注意書きしないでしょね、ダメだからね。ほんとダメなんだよな、これ正月だもん、だって正月です。正月だ、あの話取っちゃダメだよ、聞きたくなっちゃうもん。あ、お父さん撮ったのこれ、家族写真っていう、清水の丁寧な振りね、そんなこと全員撮ってたって。いや、でも、うっさんが言ってほしいなまあ、ラジオでね、しょっちゅうやってますからね、これは何回出たの。いや、これ本当はね、ダメなんですよ。本当ダメだよ、本当ダメに決まってるよな、絶対ダメだよ。嘘でやってもダメ。そんなやつ言ったら友達やめた方がいいです。僕は別にもういい、昔からやってるんで信頼関係のもとね、やってます。夢丸のお父さんはそれやっても喜んでくれるよというもとをやってますね。お墓かけて、おいっつって笑っていいのかわからない、ちなみにどういうさ、発言をしたら好感度高い。今情緒深いことを言えばいいんじゃない。一回順番に言ってこ、情緒深いこと。情緒深いこと、ね、あー、虫がいた、虫がいた。0点です。0点。親父にも見せたかったな。優勝。今なんか、トーンリアルだもんね。